2005年7月、ムラピサンは、インドネシアジャワ島中央部の火山である。インドネシアでも最も活動的な火山で、ほぼ1年中噴煙を上げ、1548年以来68回噴火を、している。名称は、火の山の意味、メラピサンとも書かれる。スマトラ島の西スマトラ州部キティンギにも、同盟の火山がある。別名体と、または、 村ピー活動は40万年前から始まり、1万年前から活発になった。安山岩室の溶岩ドームを崩落させて火砕流を起こすことで知られ、ベラピ型火砕流と呼ばれる。同様の例としては、雲仙岳がある。村ピ山はジョグジャカルタに近く、山体には標高1700メートルの地点にさえ村があり、中腹には数千人が居住している。また、 噴火被害の危険性から国際火山学地球内部科学会から防災10年火山に指定されていた。1006年、死者数千人、1672年、死者3000人、1872年4月、死者1400人、1930年、死者1300人、1966年、死者64人、1994年には60人が、 犠牲になっている。他にも1548年、1786年、1822年、1846年、1849年、1961年などにも爆発している。2006年5月より火山活動が活発になり、同年5月13日に避難勧告が発令され、15日には大規模な火砕流が起こった。二人死亡。 日本時間5月11日9時40分頃に噴火し、海抜1万3000メートルを超える高さまで噴煙が上がった模様。1991年6月3日に大規模な火災流を起こしたジャカルタ国際空港への運航休止は、シンガポール航空など村ピ付近では、東風が吹き、西のボロブドール遺跡やジャカルタ方面、およびインド洋、場合によっては、 数百キロメートル沖合い上空に噴煙が流れる。二日に、インドネシア当局は、航空路の切り替えを要請しているマレーシア航空は、ジョクジャカルタ便を15日まで、バンドン便を11日まで休止する。ジャワー島内では他に、ソロ空港が利用できる報道の死者数は242だが、救助隊が少なくとも10人以上の行方不明者の捜索に当たっている。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます1930年の村ピ3噴火に関するカテゴリ、2010年の村ピ3噴火に関するカテゴリ。ありがとうございます。